なんだろうね。なんらかの組織。つまり、あんたの親がその箱を公民事に渡すように、おばさんに託したってわけね。直接渡せばいいのに、変なの。おば様が言ってた。二人は自分たちに何かあったら箱を渡してほしいって。生前の約束ってわけ。なんだか謎ね。それで公民事ってあんたの知り合い？知らない人。まあ、誰かに聞けばわかるでしょう。行くよ。よし、行こう。民事先生の居場所を尋ねる。まさか、今、なんか。お、誰誰？すみません、コウ民事先生ってご存知ですか？どうして？どうしてなの？大丈夫ですか？先生が結膜炎を治してくれたとき、私の心も奪われてしまったの。一体何を言ってるの？せっかく民事先生のことを忘れようとしたのに、どうしてまた彼の名前を口にするのよ。ああ、好きになっちゃったの？それ全然忘れないし。あれ、さっきのイケメンが先生かな？置き薬袋。日本統治時代に台湾に伝わってきた文化の一つ。袋の中には様々な常備薬が入っており、台湾総督府が認可した製薬所や薬局の人員しか配ることができない。置き薬袋は緊急時療養とされ、担当者は定期的に家に訪問し、集金や使用期限切れの薬の交換を行っていた。台湾初期にあった宅急便と似たようなものである。小さい頃お腹が空いて置き薬袋をお菓子だと勘違いして食べようとしてお母様に泊まられたことがあったわ。置き薬の箱はあったけどね。ああ、かくついた。ごめんなさい。先生、病院の中にいるんじゃねえの？病院の中には入れないんだね。キノコ、キノコ。何これ、気持ち悪い。何言ってんの？水星さん、何の話ですか？高水星。高水星どこであったんだっけな。なんかあったことあるような気がする。実はこの前さ、2つの都市から大きなキノコが生えてくる夢を見たんだ。それは巨大で、なんだかおとぎ話みたい。おとぎ話っていうか、まあいいや、そろそろ小説の続きを書くかな。なんや？台北帝大病院。いや、それじゃなくて、そっちよ。そっち。それじゃ、え、あ、ここ、これ、ここなの？ なんか妙なとこに点あんな。あれ？でも人いないよね。この人、この人。看護婦さん。看護婦さんじゃねえや。ごめん、看護師さんね。まあ、この当時は看護婦って呼んでたんだろうけど。ゆきさん、民事先生をご存知ですか？あら、あなたも民事先生を知ってるの？家族に頼まれて先生に渡すものがあるんです。それなら多分院内で診察をしているはずよ。はずはず。私も探していたのよ。ゆきさんが前に悩んでいたお医者様って、もしかして民事先生のことですか？そうなの。すでに許嫁がいるみたいで残念。モテモテやん、民事先生。じゃあ病院の中行けばいいのかな。でも入れそうにないけどな。この階段登れないんだね。なんか見えない壁が存在する。 どうすればいいんだろうな。どうしどうし。え、おお、なんだ、闇市売りさばくぞ。だって、なんだよお前、薬品を盗むなんてダメですよ。あれだけ赤チンがあるんだ、少しくらい大丈夫だってば。重症で必要な人が困ります。平気だって、どうせ人間いつか死ぬんだから。ダメです、元の場所に戻してください。ちっ、しつこいな。ほら、戻したよ。本当に全部戻したってば。本当か？この人、なんかこの人も話しかけられんな。すいません。民事先生を知っていますか？サブロー。男前の先生のこと？なんなの、そんなにかっこいいの？空襲のせいもあって、民事先生は不眠不休で患者を見ているんだ。だから今も診察に行ってるかと。ありがとうございます。とても立派な人なのね。なるほどね。なんか落ちてる。なんだなんだ。なんだなんだ。無線ラジオ。
日本統治時代ラジオはとても高価な電子機材であり、視聴には別料金が必要で、主に、在体日本人が使っていた。戦争が始まると情報収集のためラジオの使用量が増え、台湾総督府もラジオを通して、政令の宣伝を行っていた。このラジオ、赤十字の表がついているわ。いや、お前、それは持ってくんかよ。お前、さっき赤チン持ってくなって言って、お前、その高価なラジオ拾っとるやんけ。それはいいのか。しかもこれ、病院のやつでしょ？赤十字のマークがついてるってことは。どうしてここにボールが？黒、どうしたの？黒はボール遊びがしたいよ。そうね、少し息抜きが必要ね。ボール遊びをしましょう。結構重そうなボールだね。ズンズンって言ってたけど。すごいわ、黒。キャラメル。なんで今キャラメル出てきたの？ボールじゃないの、そこは。日本統治時代、台湾の、正当能力は大幅に向上し、ただの原料供給地だけではなく、日本製菓会社が積極的に市場開発を行っていた。1940年代には、戦争の影響により砂糖を日本に輸出して製造することが困難になったため、各製薬会社は台湾で大規模な工場を設立し、現地で原料調達から生産まで行えるようになった。キャラメルを見つけるなんて黒すごいわ。分かったから特別に1個だけあげるわ。キャラメル美味しそう。食いしん坊だね黒は。かわいい。さてどこへ行ったらいいかな。ん？キヨコさん、黒誰だい？あ、これはさっきのイケメン、あの民治先生ですか？へえ、本当にかっこいいじゃん。おお、やっぱイケメン扱いなんだな。さっき、お、イケメンとか言ったけど、さっき。君は私の友人のジョーちゃんです。信頼できるので安心してください。お嬢ちゃんのジョーちゃんです。そうですか。とにかくキヨコさんが無事でよかった。先輩と奥様のことはとても残念です。今までどこにいたんですか？林家や、大聖堂にも行きましたが、君を見つけられなくて。あ、探してたの。私、記憶喪失で。それより、チュちゃんおば様がお母様のことづけで箱を先生に届けようとして姿を消したんです。箱？あ、まさかあなたが名簿を持っていたとは。この様子では、チュちゃんは特攻に逮捕された可能性が高い。おば様が特攻に逮捕されたのは名簿のせいでしょうか？ええ、もし名簿が奴らの手に渡ったら考えたくもありません。民治先生、おば様を助け出すのに協力していただけますか？ここで込み入った話はやめましょう。僕はこれから診察に行かなくてはいけません。1時間後に新公園で会いましょう。失礼します。民治先生と合流する公園で。公園ね。どこだろうね。おお、おお、黒、そこに何かあったの？なんだい？おぐろそうだ。おぐろそうだ。こぐろそうだかな。わかんねえな。日本統治時代、欧米のソーダ水と日本で改良されたラムネが台湾に伝わり、台湾でも現地でソーダの製造が行われた。当時のソーダは産地と経営者によって一流、二流、三流品と格付けされ、価格も大いに違った。現地のソーダは約1本1角で売られていた。1角いくらだろうね。わかんねえな。黒と同じ名前のソーダね。でも黒は飲んじゃダメよ。すごいわ、黒。あれは今の難級品なんだろうね。あ、何これ。猫ちゃんもしかして。あれ、とても懐かしい匂い。懐かしい匂い。あれ、その子の隣にある瓶は何でしょう。ハッカ油かな。ハッカ油を猫にも。ハッカ油、猫はハッカ油嫌いだからダメだ、取ろう。猫は刺激の強い匂いが苦手でね。思いやりがあるじゃん。さあ、ちょっと褒められちゃった。手下として合格点だな。ああ、上からですね、だいぶ。ミャオ印のハッカ油。かわいい。薄煮と小脳が合わさった爽やかで涼しげな香りは少し嗅ぐだけで眠気が覚め元気が出る。
当時人気の輸入品に似て、さまざまな香りが混ざり合っており、めまいや頭痛などの症状改善に良いとされていた。このハッカー油の香り、とても懐かしい。具合が悪くなるとお母様がよく塗ってくれて、すぐに楽になったわ。ハッカー油は、まあ、ね、あれを寄せ付けないっていう話なんで、玄関とかにね、かけておくと、塗っておくといいですよ。うん、うちは猫がね、4匹いるんで、さすがにハッカー油塗れないですけどね、刺激の強い匂いが苦手なんでね。あ、でもね、うちのね、猫1匹だけね、僕はタバコ、メンソール、なんだっけ、加熱式なんですけど、うん、吸ってるのメンソールなんですけど、なんかその匂いがめちゃくちゃ好きでね、すげえ近寄ってくるんですよね、吸った後にね。なんだろうね、まあ、猫にも個体差はあるんだろうね。うん。おう。それは、そうそう、前にみかんを助けてくれてね、なかなかの働きだったから。仕方ないから私の手下にしてあげたってわけ。ジョーちゃんが言った通りでいいと思う。親分、これ、醤油のおじいさんが持っていた、配給受け取ってください。私、興味ないから。チェ、それじゃあ悪者姉ちゃんやるよ。バレーボール1922年に台湾体育協会が、陸上競技の講師を台湾に招いた際、バレーボールもそこから伝わった。漢字では配球と表記される。あれね、配球拳ね、天津飯のね、技ですね。知ってるやつね、分身、指針の剣で分身して、配球拳行くわよーつって、バレーボールみたいに、敵をね、こう、トスしたり、アタックしたりして、攻撃する技なんですけど、あれ、天下一武道会初出場した時に、一回しか見たことないけど、その後使ったことあるのかな？漫画では見たことないな。アニメとかで使ってんのかもしんないけど、わかんねえな。アニメ見てないからな。まあ、どうでもいいわ。1927年から様々な活動が展開された。台北第一高等女学院、女学校でも、講習や試合などが行われ、バレーボールは学生の人気スポーツとなった。私も学校で配球の試合に参加したことがあって、団結が大事な運動だったわ。またいつかみんなと一緒に運動できる日が来るといいな。バレーボールは苦手ですね。お、香り、ケーリー。ジョー親分、悪者姉ちゃんどうして病院に？私たちここに用事があるの。お嬢ちゃん一人でいるの。お父さんとお母さんはどこに？父ちゃんと母ちゃんはすごいんだから、人助けに行ってるからここにはいないの。人助け？それじゃああなたも気をつけてね。人助け。お、なんだ、なんか、身なりがいいやつがいるぞ。安藤さん。みつこなのか？みつこ誰だよ。人違いでしょうか？私は清子です。ああ、すまない。俺は安藤。君が娘のみつこに似てたもんだから、つい思い出しね。安藤さんのお嬢さんはそばにいないのですか？ああ、みつこは東京にいるんだ。戦争で行き来が困難になってね。もう随分会ってないな。大変ですね。ああ、俺はさ、昔は東京で記者をやってて、そりゃ仕事熱心だったけど、上司と衝突したせいで台湾に飛ばされちゃってね。今の仕事といえば。あ、清子ちゃん、すまない。俺はここの辺で失礼するよ。安藤さん、話の途中で言っちゃった。何か恐れてるような表情をしてたわ。後ろでこの、ジョーが、なんか、そんな態度してるからじゃない。あ、やべ、こいつら関わらんとこ、みたいな。あれ、にゃんこ。私の手下になりたいなら、まずは実力を示すのね。はい、ジョー親分。この白猫を見て。かわいい。問題よ。あんたに甘えてるこの白猫、何を求めているかわかる？お腹を撫でるのは、本当に信頼の証なので、まあ、頭、ああ、でもな、猫頭撫でられるのあんま好きじゃないはずだから。そういう時は、猫に、初対面の猫には指をスッと一本差し出すと、なんかクンクン匂いを嗅ぎに来るので、来たら、
お腹撫でられるかな。頭にします。うん、あんまり猫、ね、うわー、びっくりした。あ、気持ち悪いの出たと思ったら、ボードマスクじゃん。気持ち悪い。まあ、僕ガスマスク好きなんですけどね。日本統治時代、台湾の中等以上の学校では軍事訓練の授業が存在し、野外で軍装備を身につけ、銃の扱い方や防毒マスクを装着する練習などが。そうなの？あー、でもあれか、もう本当にどうにもならなかったら学徒動員して、あの戦争に生かすつもりではいたんだろうね、多分ね。第二次世界大戦時、防毒マスクは兵士の個人装備に含まれていた。学校の演習の時につけたことがあるけど、つけてるとものすごく息苦しかったわ。正解、これはご褒美。あ、防毒マスクをご褒美にくれたの。まあ、お腹はね。あ、これこれ、いいや、病院の全景見れるだけだよね。あ、これで移動できるな。うん、よし、移動します。さて、公園に行くのかな。これいきなり公園に着いちゃうのか、なんか移動含むのか。これここでも公園じゃないの、わかんないけど。公園、野営地みたいになってるけど、なんだい。なんでも拾うね、すぐキヨコは。日本統治時代、バナナは日本人に人気がある果物として台湾で大量に栽培と輸出をしていた。高い経済価値と栄養的価値があるバナナは、バナナ飴やバナナキャラメルなどさまざまな商品に加工されていた。昔階段から落ちた時、民事先生が手当てをしてくれて、泣かなかったご褒美にバナナ飴をいただいたわ。あ、初対面ではないのか。あなたが民事先生とか聞いてたのに。あー、でも記憶が、あ、そうか、記憶がねえからか。あー、そうかそうか。あの陳良貴さんですか。え、なになに。そうだけど、ジョーちゃん何か用かい。アヒョンからこの スルメイカのとろみスープを預かりました。あー、なんか忘れてた、そんなの。おー、助かったよ。もうなんか2週間ぐらいやってなくて、ね、うん、あ、なになに。病気すまん、休養があって清子に手伝ってもらったんだ。いやいや平気さ。清子っていうのか、あ、清子っていうか。ありがとう、急に片言になったな。どういたしまして。それじゃあ次は俺の番だ。みんなに美味しいスルメイカのとろみスープをご馳走するぞ。美味しそう。美味しそうだな、スルメイカのとろみスープか。これうまいなぁ。どこの店だろう。俺が作ったんだ。ただずっと店名が思いつかなくて。お名前が良きですから、店の名前は良き号というのはどうですか。こいつはいい。そうね、縁起が良さそうな名前。良き号か。これで決まりだな。良き号スルメイカのスープ。美味しそう。龍山寺近くに位置する良き号スルメイカのとろみスープ。そのシャキッと美味しいスルメイカと職人手作りのメカジキの団子が合わさった一つで二度楽しめる食感により、緑魚スルメイカとろみスープはじわじわと名が広がり、現在4代まで続く人気店となった。 CNN が取材に訪れたこともある。あ、え、実際あんの。へえ。戦争で行き場ない人々がお腹いっぱい食べて、この先も頑張れる力が出るようにと、陳良貴さんは龍山寺の近くに屋台を出してみんなに食事や物資を提供していたわ。あ、実在の人物でしたか、陳さん。ここどこなんだろう、そういえば。ん？あ、これもしかしてサブクエのためだけのマップ。あ、じゃあここに来る意味はあんまりなかったのか。でもまあいいか。ね。サブクエ達成できたみたいだし。なんか落ちてんな。なんか頭蓋骨みたいなの落ちてない？何これ。どうしてここにボールが？あれ？あれあれあれ？ねえ、昔兄ちゃんが私たちを連れて新公園で野球してたこと覚えてる？あ、でもここ公園か。忘れたのか。黒はまだ覚えてるのに。覚えてるわ。でも何もかも変わってしまったことにふと寂しい気持ちになる。人生ってもんだね。前向きになりゃいいの。
人生を語るな小娘。早くボールを投げてあげて、ずっと待ってたから。うん、はい、これ行くわよ。はい、ズンズン、重いボールだね。はい、今度は何拾ってきた。昭和草。食感が春菊に似た昭和草は南洋春菊とも呼ばれていた。第二次世界大戦線の間、日本は長期にわたる作戦の影響で物資が不足しており、台湾で飛行機を使って種まきをしたと言われ、それゆえ飛行機草とも呼ばれている。昭和草は美味しいけど食べ過ぎると体に悪いと民治先生が言ってたわ。そうなんだ。草で口いっぱいになっておかしいよ、黒。かわいい。首かしげてるの。かわいいね。穴が見る。ここが、でーん、台湾総督府。おー、ここが、